ね、寺松が来ました。雨ですが、リポートしていきたいと思います。我が母校です。あ、懐かしいですね。ここは4小2中の体育館です。中にをちょっと覗かせてもらいましょう。おお、随分体育館らしくなっていました。ここは3月11日の震災でみんながここで一泊しました。私はちょうどここら辺ですかね、ここら辺にいました。ここのトイレですけど、これは我々がその震災の日にトイレは不潔ではダメじゃないかってことで、みんなでプールから水を走って持ってきて備蓄してました。あの時のままですね。まっすぐ行くとですね、指導会室と図書室があるんですが、見てください、これ学校避けちゃいました。だから踏みますとへっこんでます。ここが2階の廊下です。いや、地震の被害がすごいです。そしてですね、実は震災前日にですね、卒業式がありました。ここが3年生教室です。あら、もうすごいですね、ロッカーが動いちゃってます。そして黒板にこの卒業を祝してみんなで絵を描きました。卒業おめでとう。いいですね、とても懐かしいです。教室を抜けて、ここは3年生教室なんで、当時2年だった私の教室があります。あー、散乱しちゃってます。あの日のままです。私はこの島で被災をして、家も船も流されてしまいました。ですがまたこの島に帰ってきて、またこの島で漁業を再開したいなと思います。再開するには時間はかかるけど、その時間を取り戻せるように頑張りたいです。